はい、今日の、すずの山とバイクとはですね、今道の駅川崎っていうところにいますね。一ノ関って、岩手県の一ノ関の川崎町っていうところの道の駅ですね。ここでまあちょっと今お弁当を買いました。で今日は、これから室根山っていうねツツジの名所があるんですね。そこの山まで、バイクで行って、あとちょっと歩って撮影をしていきたいと思います。どうでしょうね。では早速向かっていきたいと思います。よしと、ここに落ちるのと乗るのだ。まずはちょっと道の駅に寄り道して、そこからまた、室根山の方に、バイクでまで行っちゃいますね。結構人いるな。ツツジ祭りってやってるからだな。よっ。よいしょと。ここだな。ちょっとここで撮っちゃうか。道の駅まだね、特に寝てくれないので、戻っていきたいと思います。じゃあ室根山の方に行きますか。これ見えてますからね。
恥かな、バイクはね、恥ないね、うん、端っこないかな、よいしょっと、よいしょ、邪魔になんねえとか。はい、着きましたね。ここ展望台なんですね。で、まあ最初ちょっと展望台に登って、展望台からちょっと撮影しちゃいましょうかね。はい、今ね、展望台から見た感じね、まあ結構綺麗だよね。あそこが頂上なんです。まあ歩いていますけど、展望台は上がっていくと海が見えるってことでしょうね。よいしょっと、よいしょっと、走ってきた方向だ。で、あそこは多分大船渡かな。ツツジはね、逆側だな。そこ確か行き止まりで、いや、そうだね、逆がツツジって、そんな感じだね。ほい、さっき登ってた展望台ね。で、こっからじゃあ歩いていきますか。結構ありそうで全然ないからね、よいしょっと、まあ余裕ですわ。ちょっと電源な、もう一つバッテリー持ってくれやがったな。こっちはね、パラグライダーの離陸場だな。風強いから今日は無理じゃないかなとは思うんですけど。ここ綺麗ね。よいしょっと、こんにちは。意外とつかないね、思ってるよりも。まあいいんだけどさ、全体に見える見渡しはこっちもいいね、やっぱりね。よいしょっと、よしと、もう頂上到着ですよね。国土地理院って書いてあって、こっちはね、どうだ、あっち特選上座の方かな、この間いたね。で、大船渡だから向こう釜石の方だよね。で、多分あれが大船渡、違うか、特選上座あっちかな、わからん。で、ツツジの山と、前はね、そっちから確か降りたんだよね、そっちからね、登ってきたんだね。あ、ここに説明書きがあるな。東に太平洋、西に鳥海山を望むですわ。で、今室根山で、ま、向こうが西で、あの雪かぶってるのは多分焼け石かな、栗駒ではないと思うな。栗駒もうちょっと違う気がするな。そして岩手山、岩手山見えっか、あれかな、わかりません。北方向は早知根山、早知根ね、ちょっと雲があって見えないような気がするんだけど。御用山、あ、それはあれかな。こう見ると気仙沼、大島、そっち気仙沼なの、え、大船渡じゃないのか、気仙沼なのかい、失礼いたしました。南側ね、こっちは長沼の方とか金華山とか、そっち金華山だとね。行く前にちょっとあれか、もう一回ぐるっとか、今登ってきた方向ね。で、あそこが展望台ね。
いやー、ここの花が一番綺麗だな。ごめんな。これ今度は本当に飯にしましょう、はい。飯も食ったんで、去年とは逆にこっちから降りますかね。で気づいたんですが、正面ですね、あれがこの間言ったあの気仙沼の土の山特選のりだっけ、定山ですね。なんでかって言ったら風車があるんで、あの奥なんだな、うん、風車あったもんね。よいしょと、まあ上りより下りの方が綺麗だよね、やっぱね、うん、こんな感じだ。よいしょと、観光協会のね回し物ではないんですね、はい。よいしょと、あ、ここ一本道だね、ほんと東屋が見えるな。筋が終わって、ちょっと樹林帯みたいなとこに入りましたね。まあまたね登ればいいんだから、別にあれだけどね、うん、これはこれでよしと、ほいっと、もう駐車場のあたりまで戻ってきましたね、うん。気仙沼の特選定山と比べると、まあ密集してる感じだな。ただやっぱり全体的に面積がちょっと小ぶりだよね、うん。ただ標高が高くてぐるっと見渡しはやっぱりこっちの方がいいよね。でも向こうの方がやっぱりね、1時間ちょっとかけて歩くって感じだから、向こうの方がやっぱり登りごたえとかね、見ごたえはあるよね。ここもパラグライダーの離陸場みたいですね。まあちょうど天文台の前だな。飛んでる人はいねえだろ、風強いしな。あんまり強いともう厳しいじゃないのかね。ああ下の町が見えるかな。じゃあ寝たんで、そろそろ帰りますかね。まあ下りの景色もね綺麗だと思いますよね。登りよりはやっぱり眺望開けてね、バイクでもいいよね。時間的にはまだ1時にはなってないんで、気仙沼の話も見えるから行きたいなと思うんですけどね。でもやっぱ帰り行くとかになるとね、帰っていろいろやることもあるので戻りたいと思いますね。やばいね、バイクというのはいいですね、はい。ちょっと登山的には物足りない、本当に物足りない感じなんですけど、でもすごく、うん、眺望は良くてね、なんか観光にはいいですよね。よいしょっと、次から次へと来るな。まあそりゃそうだよね、なかなかいい季節だもん。ちょうど今いい時期ですかね。もうちょっと1週間ぐらい早くともっと綺麗だったかもって感じでしたね、花は。まあ、一応まあね、今日の鈴の大和バイクとはこれまでですね。あとはもうちょっと寝ないで頑張って帰るというふうにしたいと思います。それではまた、もしかしたらトレバーボールになったらちょっとまた一応してみせるかもしれませんが、なんかなさそうなんで、また皆さんよろしくお願いします。